さあ始まりました、紫のラジオ思いっきりということでね、もう何回目ですか、今回で12回目ですね。それ覚えてただけ鉄くんにしたらマシな方ですよね僕が作ってますからトップが書いてますから素晴らしい。まあね、こういう風にやりだして定期的にね、10日に1回という、まあ、10日に1回ぐらいぐらい感じでお送りしていまして、まあ実はあのミクシーのコミュニティを、まあこれ自ら作ってしまいました、ね、僕がずんちゃんが作りましたけども、こちらの方でね、まあ、ちょっとこう普通に紫だけでやっているのもね、いいですけども、これなんかやりたいことないって書いたんですけど、一発目に来たの、あら何ですか、ゲストにこの方を呼んでくださいというのが来ましたので、誰からの、おきぐさんからね来ましたので、こらラジオでなかなか固有名詞は言いませんよ。いいですか、もうそんな、で呼んできました、ぜひこの方に出ていただきたいという方で、え、じゃあもう自分で言ってください、自分でノルウェーの森からやってみます自分でどうぞ、自分でどうぞ、よちゃんと紹介してくれよ紫のねワンマンでも、もう毎回お世話になっているおなじみのピアニストのキイチさんです。キイチさんパエー、どうもパエー、お邪魔します。ちょっとここパチャパチャパチャチみたいな入るんですけど、ないです、聞こえる聞こえる聞こえるよ、それはもう自分の声でもね、まあ、そういうことで、来ましたか、とうとうねこの番組に、まさか呼ばれるとは、記念すべき初です、初ゲストだね、もう呼んじゃいました。だってこのトークに俺が入っていけるのかっていう、まあ、大丈夫大丈夫、でも入ってますやんバレた、入ってる入ってる、入れられても困った、あかんインターネットでもあかんほんまにも歩く放送コードのような困ったもんだぜどうですかね、こんな感じですよ、本当に何のあれもなく、そうですね、普通にこの夜中に録音されてますよ夜中って言わないのいい感じに ね、 ね、本当にでもほんまに前まではあの10分が限界だったんですけども、今回というか、まあ、あのヤフーじゃねほらほらあの YouTube さんがね、全然王は感じてません15分以上の動画載せれることにしてくれてね、まあ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 、素晴らしい、ね、まあ、だいぶ余裕持って喋れますから、とりあえず吉祥さんの生い立ちから、あ、いいですね、今日は生い立ち生い立ちから生まれから現在まで喋っていただいて、15分でまとめていただいてね、嬉しい、行きましょう2人喋れへんや15分あの僕らバックミュージック、なんでやねんポップやなそうですね、僕がって今喋ろうとするなっちゅうな、ほんまにも、いやいやね、じゃあまあ一日にどんぐらいまつげが伸びるかとか何のトーク測ったことないわそんなどんなとこあります、まあ、ね、まあ言うとくと、最近で3人で、ね、ライブしたの2回ありました、もう年に入って2回してますよ、ほんまですね、すごくないですか、そう、2回目の1回目はすごかったよね、昼も夜も素晴らしかったですね、よかったです、今3人ともいつか分かってないですけどあなたたちのギャラリーヌーブの、ギャラリーヌーブ、あ、じゃなくて去年です、去年ですやん、あれ去年やん、2月11日で12月それは最初の時でしょ、そうっす、だから今年入ってからですからね、1月15と30日と両方もうゲストボケてますよ夜中やからかな、どうします、あへやそうそう、あへやわこらいやー、だから一発目が1月15日で吉祥さん主催の、そうそうそう、新春京都でポン、あ、京都でポンね、別の名を吉郎祭りと、ね、そうですね、あもうなんか遠い昔のようやね、もうそうですね、このラジオのあれが何日でした、10日の10日にアップしますね、から、もう1ヶ月ぐらい、まあ、でもまだ経ってない、ああそうかそうか、あ、なんかあれでしょ、その祭りに出た時に来てた、あの、シンガーのあの可愛い子いたじゃない、おとちゃん、おとちゃん、はいはい、なんか何前説するんだって、あ、いいこと言ってくれる、いやなんやこの人振り考えてきたのこれなんだそんないらんしかもその前にはなんか大阪まで呼び寄せて歌わせるんだって、まだいらないのにありがたいけど、ね、そういうイベントもありますけどね、今日は吉祥さんクローズアップするんで別にその話はいいですよ、別に振ってくれなくても大丈夫最後にあの10秒ぐらいで全部バッて言う早いなほんまに余裕がありますからね、まああのライブどうでしたかね、そうですね、だからずっと
なんていう市原悦子みたいなお手伝いが多かったんですけど、うん、初めて家政婦のことそうそうあらまあそうそう旦那さん見ちゃったそうそう本当にたまに見ちゃったこともあったりしたんだけど何よだ言えないけどねでも初めて自分だけでやってみて、うん、ああ成立するんだなって言ってちょっとあれですね、うん、あの癖になって、うん、ちょっと来月ちょっとなんか箱根の山なんか越えちゃおうかなあジャンキーやなということは北海道だよねそうそう遠い遠い津軽海峡も越えあ八丈島で天気なとこでなんかのパーティーですか誰聞くね夜のパーティーですよ、ね、ないハブしか聞かん属性を離れて東京でしょ東京とあと東京の隣は埼玉新宿でベコ買うだよし行くぞやぞわかるもうあれでしょでも大阪のライブはあるんでしょ大阪そうですね来月はその大阪3月の19日ですね、うん、大阪が日本に誇る、うん、日本で一番長い商店街、うん、天神橋筋商店街ですねたまによくそこで飲んだくれてるんですけどスティルというですね、うん、ライブバーで、うん、今回優しいです投げ銭でやります優しいねだからみんなたくさん飲んでね、うん、ということは、まあ、何人ぐらい入るんですかもうね狭いです狭いんですかということは1人1万円ぐらい入れるとダメですね吉祥さんやるのかねどっかのぼったくりバージョンこのスーツいくらすんと思ってんねんみたいなねちょっと 裏地紫だと言いましたこのスーツそうですよいろいろでも、うん、この後も決まってるんですね、ね、そうですねだから4月に一緒にやる、うん、翔子ちゃんっていうですね、うん、いっぱい女を下ろすぎてまし出てこないそうだよね今あのまま怖いですねあのままほらほら作らない作らない怖い怖い怖い実は実は、お口ミッフィーでラジオだからラジオ放送事故だからラジオだから翔子ちゃんと同じですか翔子ちゃんが3月19日出てくれて、うん、であと僕出て、うん、でちょっとゲストでですね飲み友達がちょっと歌ってそれ伴奏なんかしちゃうみたいなですね。いいですね。あ、そういうイベントなんですね。まあちょっとうちわ乗りちゃうちわ乗りなのかもしれないですけど。でもいいですよね。まあ投げ銭なんでチップだと思ってみんなよろしくみたいな。まあ、ね、まあ10万円単位でね。そうですね。口座番号をネットバンキングからどっかの違法サイトか。いや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 。それぐらいのつもりありますか。おばあちゃんおばあちゃん俺みたいな。フライヤーの代わりに振り込みをしてめっちゃ新しいな新しい気軽にねよかったらまあ一杯おごってくださいよみたいなみたいな感じで、バーですから、もうそこ大晦日ですね私そこで大晦日しましてです、ね、あ初対面の女の人もですねカラオケ代わりに伴奏なんかしちゃったあらららその後ね、うん、いろいろいろんな伴奏ひどいでしょう、ひどいでしょう、ね、あることないこと言うのね、本当にねあることです、うん、あることでしたっていう適当に乗ってくれとか言って何でも弾くのかあかん、それは適当もうね、何でも弾くのかって後で友達が言われましたけどおー、乗ってきちゃったよやばいやばい糸引いたこれこれいいのかこれはねいくらいやはでもこんなんかけていいのか本ですからポンだから本ですから大丈夫思い切ってますから思い切ってますあんた背中がすすけてるぜいやもうねいいですねじゃあ結構その1月15日からライブが立て続けに、うん、そうですね2月今月が準備期間ですねあらじゃあ新曲とかもね増やさなきゃなみたいなね春になってきたらまた春な新曲とかもねえ作るんですよねいやほら作るんですよね春ですか、ね、桜をテーマに、ね、作っていただいていいですよねいいですねいいですねやっぱり桜ですか、うん、春の曲ってあんの紫ってもうありますえあるモラトリアも春ああ本当や本当や本当や、まあ、ビートルも春にああイメージ的にあそうかそうかそうか季節かねあま春、まほらあほんまやな2人と違ってほら言葉がないからね、うんうん、まあまあね、うん、季
旋律で旋律と映像でみたいな。佐藤さんお願いします。固有名詞出さないの今日ガンガン言う、ね、聞いてくれてるかな、うん、聞いてくれたら嬉しいけど、聞いてる聞いてるよって18からの付き合いなんだから。いい人ですよね、本当に本当にいい人ですね、本当に僕らもお世話になりっぱなしですから、ね、あのホームページもね作ってもらってますからね。そうそう、ホームページね、あと新春京都で本 のおしゃれな仕出しはね、そう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 、フライヤーもね、チケットもね、本をアップしましたって僕メールしますからね。そしたらあの表紙変わって感じです。なるほどなるほど、はいはい。東京も行くんですね。東京、そうですね、うん、あの東京もちょっと あれですよね、1月15日出てはった人の。ああ、そうです、もうそう、うん、出るね今日こういう名称。全然大丈夫ですよ、全然僕らも言うてますから、うん、そうそう、あのスーパーバンドポポの ね、うん、素晴らしいですよね。そうそう、もうちょっと喋りたかったんですよ僕、俺ラジオでも言うてましたけどね、喋ったらよかったの、うん、いやだって喜一郎さんとかとみんなで喋ってて、僕たち女の人ばっかりで喋ってたじゃないですか。なんか合コンと勘違いしてる、ね、いやなんかこれもうここぞとばかりに紫なんか狩りに走ってたよね。いやいや違う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 、京都の夜はさぞ楽しかったんだろうな。いやいや、もう意識調査、意識どっちの意識なの。なんかあんま喋ってないんで、うん、終わりになってから喋っときゃよかったな。でも1月15日は僕は本当に人生の中で一番名前呼ばれました、本当に。各出演者からねコールあります、ね、すごい、あのねハードルガンガン上げていかね。ね、すごいもん、あと過去最多出番でしたね。そうですね、ほんまに2年ぐらい前になんか何回かそのライブの掛け持ちとかありましたけど、バンド掛け持ちで同じ日に出たりとかありましたけど、全てに出たことはなかったね。そうですね、素晴らしい、素晴らしい。あんな、まあ最初に言ってましたけど、なかなかのもんでしたね、見てたら。そうね、うん、面白かったですよ。あ、またやりましょう、やります。日にちがですね、はい、これギャグじゃなくてほんまに、いや、はい、なんですか、 iPhone の、はい、パスワードをシコシコってやるじゃん。シコシコってなんですか。4545だって。違う違う、そんなこと言わないの。どんだけ言う、違うよ。行く行く、ほら、ほら、キチロ0721か。まあまあこれもほぼ決定しているので、もうラジオなんで言っちゃいますけど、うん、4月の17日ですね、天満橋の、そう、京都でやった時に、うん、大阪でやるのっつったら、だからね、あなたはいつもね、うん、その全部準備してから言わなくて、うん、先に決めちゃうからね。あのね、これはね、あれ決めてるんですよね。こう言ってやる人と、うん、決めないとやらない人がいるでしょ、うん、決めないとやらない人。確かに。いやいや、まあ、哲くんと僕は、僕がもう決めちゃってるから、そうそうそう、大体もうあの意思統一だけでいいんですけど、議長さんにそれをすると、まあもうちょっと待ってこれやるからとかって言ってしまうでしょ。ああ、まあ、だから先に決めといたらそこに準備したらいい。そうそう、ね、できないことはないことは実証されましたからね。1月15日やっちゃったからね、まあ、だから7月17日に、これもあのお知り合いでしょ、お知り合いのね。そう、さっき、そうそう、もうね、去年、うん、いや友達じゃなくて、そんなラジオで言ってあかんのにな、君のお知り合い。大丈夫か今日。去年ですね、うん、彼女の、レコーディングとかに参加した、そのさっき出てきたショコちゃんですね。今やもう自分のバンドを作ってですね、頑張ってるんですけど、いいね、はい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 、はい、じゃあ、で出てもらって、出てもらってというか、最初そういう話になったんですよね、実はね。そうそうそう、ね、それでそこでも結局俺そこで弾いてってことになっちゃった。すごい、じゃあもう一つのバンドの方も言ってもらってないんだろうね。ちょっと待って、また俺全部全出し。そうそうそう、もう全出しでしょ、そら全裸で全出し。いや、あかん、そら室内でもいかん、俺自信ない。室内でもいかん、自信ない、ね、ちょうどね、その4月17日っていうのが、はい、まあほんま確定じゃないですけど、はい、この天満橋って言いましたけど、はい、造幣局っていうのがあるんですよ。あ、あります、造幣局の通り抜けの日で、あろう日です、うん、あろうって何、あと10秒です多分、大丈夫かっていう日なんですよ。だからね、すごくあの桜の花見をした後に
来ていただきたいと思います。はい、ということでぜひぜひまた、ね、そういうのもありつつね、ありがとうございました。いや、また、はい、また寄らせていただければと思います。いもうね、また呼んでください。いつか機会があればねめっちゃ厳しいタモリさんだからもうないよみたいなまあでもゲストとか呼んできたですね、またね、いろいろそうですね、まあ、僕の部屋に入ってこれる自信のある方だけで、ね、女性の方に限り僕の家までの、ライブ告知をしときますとですねはい、よろしく。最後に、大丈夫かな、時間大丈夫かな、ギリギリ、うん、2月の、はい、13日に、13日に、北摂一の、はい、おすすめの屋台というイベントがありまして、そう、それ今こちらが箕面の方でありまして、こちら10時から、15時までやるイベントで、こちらにあのストリートミュージシャンステージということで紫が、出演しまして、僕たちの知り合いのミュージシャンも出ていただくイベントがありますので、こちらまたホームページにアップしますので、ぜひ来ていただきたいと思います。あと3月の19日に、紫実はあのオーディションに出てまして、決勝戦に進んでおります。人前で初めて僕優勝してみたいなと思ってますので、あら、言うね、いいねいいね、うん、言うとくのはただやから、うん、でもこれあっこの関係者聞くってこと分かってます。おお優勝させてほんまに親も聞いとるからこれ親もでもこのイベントが情熱トランスミッションというのが、新大阪のココプラザでありますので、はい、初めて言うでは言えなかったのね。これは3時からありまして、紫、多分5時ぐらいに出演しますので、ぜひまたこちらにも、来ていただいた方の投票がちょっと影響するらしいので、ぜひ来ていただきたいと思います。優勝します、お願いします、はい、ということで紫は今日はお送りしました。思いっきりポンでした。またねー、金城さん、最後に何か言って、最後に何か言って、最後に何か言って、優勝してね